ジチュアこと小島千秋です。キューズの西村美玲です。今日は6月1日放送の特別番組、仰天認定てっぺん食堂魚編の見どころを私たちがたっぷりと紹介します。せーの、仰天認定てっぺん食堂魚編ナビ。まずはどんな番組なのか、こちらをどうぞ。仰天認定てっぺん食堂魚編、中四国の各県が誇る自慢の海産物をミキラが徹底リサーチ、6月1日午後2時、見てね。そしてなんと私たちも出演しているんです。いや、とっても楽しかったですよね。最高でしたね。瀬戸内の美しい海と豊かな自然に囲まれた恵み大き島、江田島。牡蠣をはじめとする水産物の産地で、アウトドアの島としても注目を集めているんです。牡蠣のてっぺんがあるって聞いてやってきたんですが。そうなんですよ、広島の江田島ってところには牡蠣のてっぺんがあります。番組では美食と美しい景観でリフレッシュできる江田島の魅力をたっぷりお届けします。牡蠣口体験をさせていただきました。初めてやったんですけど、まあ、これはうまくできたのかどうかはね、楽しみということで、はい、本当にあんな大きいプリプリの牡蠣は初めて食べました。てっぺんでした。普段の牡蠣の何倍も、もっともっともっと美味しくて、もう最高の広島でしたね。私たちの詳しい旅の模様は番組本編でお伝えします。仰天認定てっぺん食堂魚編、6月1日午後2時から放送です。絶対見ないと損ですよ。